魚がおるかおらんかが分からんけどな、ここに、この場所に初めて釣りするところです。魚がいるのかいないのか、ちっちゃい小舟とかね、ちっちゃい鯉とかおったらいいのに、モツゴとか。これね、メダカとなんかの稚魚が混ざっちゃうんやけど、カワムツではないね、これ。フナかコイの子供と思うんやけど、メダカと今相方が取ってます。ガサガサ取れた。まだやってない辺取り、あの辺とかあの真ん中辺とかやってないよ。こっちの辺とか、そうそうそう、取れた。取れたやろ。そう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 。おったおった、いやな、見えるかな。これね、でもメダカじゃないよ、メダカじゃない。メダカを一回捕まえたんだけど、これよう見たらさ、フナかコイの稚魚をね、下にあるさ、そういうふうに。来たよ、メダカが。2カ所目。エビがブツ取れたな。エビ何匹取ったやろ、これ。エビブツ取った。今ね、メダカを取り寄ったら、大魚がおったんよ。ちょっと、釣れるか釣れんか分からんけど。
か察知したんやけど、もうここに。またタナゴを釣りに来ました。前回と同じ。でもね、今回はね、相方がね、行こうっつったんや。あ、ブルーギルが来た。おっしゃ、釣れた。タナゴや。でもそれタナゴで。水槽。水槽ない。ほら。綺麗なタナゴ。それ型のサンゴを使っています。それと餌はパンです。食パン家で食べた。すごいオレンジ色が綺麗。この油ごて鮮やかやな。これ油ボテっちゅう卵。これ卵っちゃ。これちっちゃ。ちっちゃ。これメダカの方でも入れられると。あ、さっきのあのキララに。最後、僕はまた相川と卵釣りに行きました。相川がリベンジで卵4つ釣りましたよ。相方やろ。綺麗な卵やな、これ油ボテ。もうひれがオレンジ色。この油ボテすごい、めっちゃ綺麗。じゃあこれ相方の家に今日から家族になります。家族の歌を歌わなきゃいけない。なるほど。